もしもし、みひろ。うん、あれのこと。ちょっと気になる事態になっててね。今日もだよ。ちょっと問い詰めたら、お兄ちゃんのくせに露骨にごまかしてきた。あれは何かしらやましいことがある態度だね。完全に目が泳いでたもん。彼女作るとか、そんな解消があるとは思わないけど。うん、そういうこと。明日も用事があるとかポロッとこぼしてたから。頼める？そうそう、いざって時のために私も待機してるからさ。はーい、どう？お疲れ、なるみ。おやつ？そんなにいつも気を使ってくれなくていいのに。お姉ちゃん、なるみ来た？お土産は？動物のご飯だ。ケーキだ。いつも言ってるでしょ。ちゃんとお礼。ありがとう。家に二人で入っていて、スキップで家主だけがお買い物に出てくるということは、同棲ってこと？子供の声とかしたし？ああ、わわ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 ！事件だ！こいつは血の雨が降りますよ！早くクライアントに報告しないと！